あ、そう。いやこれ、いきますか。1年越しの日なんで。前ね、もう忘れてたね。いや忘れてた頃にやってきました。忘れてたね。今から、ポルシェの納車に行きます。納車式ですね。はい、2022年4月16日ついに納車が行われるということで、ね、向かっております。ポルシェセンター境に。どうですか。すごいな、気持ち。はい、何ですか。僕はついていくだけなんで逆に聞きますけど、気分はどうですか。まだよく実感がないですけど、見てもないんでね。あ、でもワクワク感はすごいですよね、多分。そうっすね。これ左。いやー、昨日の夜は眠れなかったなんてことありましたか。あー、めっちゃ寝た。ちなみに、うん、そのやっぱ YouTube で何回も見返したとか、そういうなんか欲しくなったシチュエーションとか教えてくださいよ。なんでポルシェなんですか。前に、はいはい、ケイマン981のケイマン白のやつね、乗ってたんで、うん、乗ってたね。まあ、あの時にポルシェっていいなって思ったんで、うん、すげえ乗りやすいし速いし、何よりもこうミッションがすごい良くて、保証も全然なかったし、まあ、欲しいポルシェが発売されるみたいなタイミングやって、まあ行ってみようかなみたいな感じですよね。ちなみにポルシェなんていうやつ。まあ、911彼ら、あの992型の911彼らっていう車の、ターボ S。はいはい、GT3 ってやつってこと。 GT3 ではないです。あ、ではないんや。そうそう、991のタイプ S。 え、なんで全然違う。なんで全然彼ら、彼ら、うん、911彼ら。あ、911の彼らね。はいはいはい。でタイプ992っていう今の現行型の、まあ、型というか。ああ、なるほど。のターボ S。 ターボ S、はい、最上級。まあ、ポルシェセンターで一番高いやつですね、単純に。まあ、普通に買えるモデルの中では。なんでそれがいいと思ったの。まあ、でもさっき言ってたみたいに、その GT3 がもともと発売されるタイミングで、うんうん、で、まあ、かっこええなみたいなんで見てたんやけど、まあ、実際にちょっと前方の GT3 とか見に行ったりもして。はいはい、東京行ったね。そうそうそう、うんうんうん、でもちょっとあまりにも、うん、まあ、あれは前方やけど、うん、ちょっとこうスポーティーすぎるなというか。あ、まあ、もちろん GT3 ってぐらいから、まあ、本気のレース場、あ、こっちですね、こっち、はいはい、レース場でも使える車なんで。あ、まあ、なんかガチガチなんですよ、足回りとか。普段乗りがしにくいと。そうそうそう、フォトプラスアルファ GT3 はちょっと一応抽選みたいな感じだから。ああ、そうかそうか。そうそう、普通に買いますって言って買えるもんじゃなかった。ずっと待ってます。まあ普段使いとかっていう面を考えると、ちょっとラグジュアリー寄りになる、そのターボ S っていうグレードが1個上がってきたわけよね。そんなにポルシェ、そのケイマン乗った時に、うん、またポルシェ乗りたいと思うぐらい良かったんや。そうやな、車としてはほんまに良かったな。あんまりそういうの聞かへん。ベンツ乗ってた時でもさ、なんか何乗ってた？ LS 乗ってた時でも、なんかこうもう一回乗りたいなっていうのとかはあんまり思えへんタイプや。なんか一回乗ったのはもう乗らんみたいな、はいはいはい、タイプ的に。それをやっぱポルシェやなとか、やっぱポルシェ乗った人はずっとポルシェばっか乗り継ぐとか言うやんか、はいはい、そんな魅力がどこにあるやろなって俺はちょっと思ってしまうな、自分で。どこがいいんやろ、ポルシェの良さが。まあ、やっぱりその走りも最強というか、まあ、めちゃくちゃいいし、まあ、あとはもうブランド力というか、まあ、ブランドも好きやし、まあ、やっぱりかっこいいおしゃれやし。なるほどね、うん、でも今回のなんかだって新車で買ってるわけやから見てないんやろ。見ずに買ったやろ。そうやな。すごいな、そんなにポルシェに取りつかれた男が。まあ、SRS できてる。疲れてサラスできてね。あ、そうやで、これ期間限定で。あ、そうなの。そんなにポルシェってすごいいいんやな。いいんですよ。お、あ、
と思います。じゃあ、もう一回、ホテルの方に2回。はい。え、2回 ?2 回です。今、ピクピクするやつじゃない。全然大丈夫。はい。裏側に怖くなってる。はい。ほぐちゃう。これ取り逃すかな。これね。乗ってまいよこれ。こちらです。あ、これ。はい。そう。これ入りや。本当です。はい。どうぞ。あ、これ。いい。おお。すげえ。可愛いな。ちっちゃいな。思ってたより。あれか。お前思ってたより。思ってたよりちっちゃい。思ってたじゃん。まあ想像通りの大きさ。ていうかそういうの買うのに見てなかったの。一回。これ後ろ同色じゃない。そんな数は走ってないですけど、あちょこちょこは見てると思います。じゃあ、なんか見たら、でもすごいな。え、これ後ろ同色じゃないじゃないですか。え、はい。同色じゃない。ここですか、ディフューザーですか。ディフューザー。これはもうオプションでも選べなくて。え、そうなの。このまま。画像で黒になってた、ね、黒がこの黒なんです。あ、後ろすごい。はい、後ろめっちゃかっこいい。同色じゃない。後ろかっこいいな。白は白にできてたんですよね。そうや、納車内ドアレバーくっと引っ張っていただいて、あ、これ右ハンドこれ引っ張って、はい、そのまま引っ張っていただいて大丈夫です。そうなん、壊れうわ大丈夫、はい、ちょっとビニールついてるんですけど、これ、あ、新車や、もう剥がしていいですか。もちろんです。すげえ、うわそんな雑い、雑い雑い、すげえ雑い雑い、剥がしちゃってください。うわ茶色でいったんや。めっちゃおしゃれ。茶色って言ってた。そうです、ブラウンで。かっこいい。これも剥がします。見たままかっこいい。買ったことなくね。誰かオリジナル新車買ったやつおらんやろ。の911ターボ S です。ちょっと大切にかかるね。はい、はい、あ、ありがとうございます。はい、知らんときに、すげえ、めっちゃ可愛いな。このプロジェクターの環境めっちゃかっこよくなってる環境。ほんとテール、やっぱりテール上手くやな。もうちょっとじゃあ座っていいですか。あ、もうこっちから見て。楠田さん、まずよかったキーがこの中に入れさせていただいてて、ちょっと写真、映像映えするように入れてます。ちょっとこっちから撮っとけ。ちょっとこっちから。いきますね。もうなんか、あの映えるように。うわっ、ちゃんと映えるように撮っとくよ。写真、切り抜いて写真できるように。ありがとうございます。これをどっちでも大丈夫です。はい。え、こんなんなんやろ。はい。なんかちょっとやっぱ違うっすね、前のやつと。そうですね、だいぶ平べったく、フラットになってるんで。どっちの鍵もメインすぎやる。え、全然違うやん、前のやつと。な、前のもっとボーッて見てるけど、うん、違う、新型になってるんで、これが新型、はい、かっちょいい。すげえ、マジか。これでじゃあちょっと一旦、はい、エンジンをかけていい。受付紹介です。受付の気を知れるんで。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、うわあれかっこいい。時計これね、はい、初めてって言ってましたよね。ポルシェデザイン初めてです。かっこいいですね、これ。初めてってどういうことなんですか。デザインを変えるみたいな。はい、このデザインを選んだのは俺が初めてらしい。はい、え、嘘。え、はい。え、これはじゃあ、はい、ブレーキ踏んで右回していただいたらエンジンかかる。すげえ。え、デジタルメーター全部真ん中以外。真ん中以外は、はい、すげえかっこいいやん。もうこれ切り抜きに使おう。はい。
ばいな。これ飲んねや、今から気使うな、なんかしょっぱな。そらそうなんだ。でも慣れてくるやろ。いいや。おしゃれなったなぁ。あれも内装茶色で中黒なわけやろ。ってことはその辺で選ぶしかないんちゃう。おー、みんなめっちゃ商談してる。いっぱいもらおうよ。もう、これなん、これ、これなん、ね、これあるじゃん、はい、めっちゃ多いじゃないですか。でもしもう一本用でしたら、あの追加はここにはいただいてます。2、4、6、8、9色。え、何だ、12ですね。2、4、6、8、10、10。え、めっちゃ違うんや、ね、色が微妙に違うんですよ、ね、これをベージュとかでも、クラシックの方のベージュとかでも。これは迷うで、1時間もらったんで、これはまあでもこれじゃん、グレーいきます。定番、あ、グレーか、これブラックはありますよ、定番。あ、ブラック、あれか、はい、黒ですね。でもちょっとでも色出しときたい気もせんでもないけど、あえて黄色っていう手もあるけど、黄色いいですね、キャリパンも一緒ですしね。はい、どれが人気なんですか、ちなみに。ちなみに人気はこの紫というか、パープルっていう。え、どういうことですか。ですね、黄色の右ですね。ピンクっぽいんですけど、ルビーストーンっていう、ちょっと紫っぽいような。やっぱちょっと色物いくんですね。色物多いですね。あって、なんともし。これかな。これどうやろう、はい。これグレーですよね。これグレーですね。じゃあ、上の真ん中の方。はい。はい。じゃあ、ちょっと持ってきますので。かわいい。ご注文していただいたときにこれ買うわって。あ、そんなん言ってたな。と、あと忘れてたわ。つけましょうか。あ、いいですか。これで大丈夫ですか。はい、はい、OK です。はい、お預かりします。かわいい。1年間お時間いただいてやっとやほんまや、ありがとうございます。カバン、さあ、もうカバンも僕のポルシェになりました。ケアセットですね。そうなんだ。はい、お待たせしました。どうぞ。かわいい。もう前の。おしゃれ。どまんの。おお。かっこいい。ね、最高ですよね。ありがとうございます。顔です。かっこよすぎる。はコーティングとかは大丈夫です。結構多分もう組み込み生産の時に貼ってるんで大丈夫です。カードは嬉しい。ちょっとさすが今日はここに一回やべえな、これ。
といえば。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いろいろありがとうございました。もう帰りね、いきなり事故らないように。やばいやばいやばい。楽しんでください。まあ、とりあえずじゃあ僕前走って、あ、そうですね、ちょっと後ろを横を振ってもらって、その後ろをアルファードで。